おはようございます。2021年10月4日月曜日朝5時50分です。はい、昨日に引き続き相変わらず波ないです。天気の方は晴れ、気温の方は21度。あ、昨日より若干暖かいかなぐらいな感じです。波の方はもうインサイドショアブレイクのみです、今のところ。で、風の方がちょっと東系ですかね。で、ちょっと面の方がざわざわしてて、昨日の朝の方がなんかコンディション良かったかなっていう感じがします。肝心の波の方も、もうねえ、こんなんだと厳しいっすよね。昨日やれてたところも少し練りはあるけど、ちょっとあれか、潮がもうちょっと下げんと綺麗にミドルで割れんかなって感じ。あ、でもあるな、まだやれそうですね、これぐらい。まあまあやれそうです。まあ、そんな朝の波状況です。まだ明日の方が風が若干マシかな、弱くてマシかなっていう感じもするんで、まあ、明日の朝の方がいいのかなっていう気はしますけど、とりあえず今日もねやれそうです、潮下げれば。あ、日の出でございます。もうだいぶ日が出るのも遅くなりましたね。まあ、というわけで朝の波状況の方ね、終わっていこうかなと思います。いつもねご覧いただいてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。今朝も琴畑修賀がお伝えしました。それではまた。